食の極意は素材の美味しさを生かすこと。ホクホクとしたかぼちゃの優しい味わいと飽きない美味しさ、かぼちゃの煮物をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずかぼちゃは一口大に切ります。煮崩れないように面取りをしましょう。鍋にかぼちゃと材料 A を入れて15分ほど煮ます。煮汁につけたまま冷ませば出来上がりです。和食の定番煮物が美味しく簡単に作れますよ。ぜひお試しください。